マンディップ・カー・ギルはイングランドの女優。2012年にチャンネル4のヒルドラ、ハリオックスのフィービー・マック・イーン役でテレビ初出演を果たした。2015年にシリーズを降板した後、クックーやドクターズ・ザ・グッド・カルマ・ホスピタル・カジュアルティーにゲスト出演。2017年10月にはドクター・フーの2018年のシリーズで、 ドクターのコンパニオンであるヤズミンカーン役を演じることが BBC で告知された。ギルはウェストヨークシャーのリーズで生まれ育った。彼女はパンジャーブ人の子孫で、宿教徒の一家の出身である。2009年にセントラルランカシャー大学で学士を取得して卒業。複数の舞台作品に出演した後、チャンネル4のヒルドラ、ハリオックスのフィービー・ジャクソン役で初めてテレビでの役を、 演じた。彼女は過去にハリオックスのスータのオーディションを受け、フィービーのキャラクターが彼女に合致するかは確証を持てなかったが、何度ものコールバックの末に役を勝ち取った。フィービーはホームレスのティーンエージャーかつソンの登場人物、ジョージ・スミスの友人として番組に導入された。ギルは2015年に番組を交板することを選び、EB は長寿のグラブド・ハンド・キラーの ストーリーラインの一部として殺害された。翌年にギルは BBC のシチュエーションコメディシリーズ、クックーにゲスト出演し、ドクターズに5エピソード出演して、ホームレスの妊娠女性、シャジア・ーミンを演じた。2017年には、ザグッド・カルマ・ホスピタルに出演し、カジュアルティーにも1エピソード出演した。また、ケイメローの BBC ドラマ、ラブ・ライズ・アンド・レコーズにジュニア・レジストラのタリア役で、 出演した。2017年10月、ドクター風のシリーズ11にて、2018年から、ジョディ・ウィテカーが演じるドクターのコンパニオンであるヤズミン、カーンをギルが演じると BBC が告知した。以前、ハリオックスで共演したトシンコールもドクターのもう一人のコンパニオンとして、撮影に加わっている。ありがとうございます。